関道事故多発。うるさいナビ10回目ですよ。もう10回目、今年の4月にデビューして8月の後半なんですけどね、いよいよ10回目となりました。でもう夏も終わりということで8月の後半ですね。今8月の末で涼しいんですよね。まあ夏のキャンプは避けようかなと思ってたんですけど、涼しく、そして相変わらず天気は悪く、今回はどこに行こうかなとまだね決めてないんですよ。場所決めてないんですよ。なのでいつもの道の駅らへんでまた軽く仮眠取ってからどこのキャンプ場行こうかなと決めたいと思います。では後ほど。ました。いつもお世話になっている道の駅すばしりさんですね。寒い。これ半袖ハーパン無理だ。あれ今日のキャンプ大丈夫かな。これすっごい寒い。今朝の6時なので、まあ、3時間ぐらい寝れたらいいなと思います。ではおやすみなさーい。おはようございます。現在朝でもないですね。午前10時です。やっぱり眠れなかったですね。車中泊一睡もできず、もう今に至ります。これからキャンプ場の予約してみたいと思います。ただね天気がやばいんですよね。どうなることやら。はい先ほどですねキャンプ場を予約させていただきました。いつもここに来ちゃうと道志の森キャンプ場ですね。道志の森キャンプ場に行っちゃうんで、今回はそれを避けて、キャンプ場というちょっと渋めの名前のキャンプ場に決定しました。今からですね買い出しをしてから少し時間があるんで、まあゆっくり買い出しして直接向かっちゃいますかね。はい、とてつもないミスを私はしました。衝撃的なミスをしましたよ。荻野について、あれそういやテント忘れたってね。キャンプに来てテント忘れるとか、いやー前代未聞ですよ。まあね、まあ別にバンガローとかあるんでいいんですけど、バンガロー借りれば。ショックやわ。最近だってテント泊全然してないから、テントに泊まりたかった。ああ、はい、というわけで気を取り直して買い物してきます。楽しもう。はい、買い物終わりました。やっぱり時間かかる買い物、そして思いのほかね予算オーバーしちゃうんだよな。まあいつも持って帰ってるからいいんですけど、やっぱりね1人3000円ぐらいで収めたいよね。で今からキャンプ場向かってます。一応綺麗なバンガローが、水洗トイレ付きのバンガローがあったのでそちらを予約しました。でね、あと寒いんですよ。寒くて雨降るかもしれないから、もしかしたらバンガローで正解だったかもしれないというね結末がこの後待ってるかもしれません。ただ寒い。本当に俺半袖ハーパンしか持ってきてない。何考えてんだ。いつも夜震えてんのに。あー楽しみ、楽しみだよキャンプ。りそろそろ着きますね。道志道のね、嫌いなのがね、本当にね、煽り車が多い。こっちはね、キャンプの荷物積んでるからさ、ゆっくり走るわけですよ。ゆっくりでもないけど、気使って走ってますよ。もう気にしないで走りますけど、やっぱ気にするよね。というわけで、そろそろ着きまーす。これなかなかすごい道ですよ。なかなかすごい道行きます。すれ違いできないですね。ごめんなさいね、ブレブレで申し訳ないです。着きましたー。結構山奥で静かなとこですね。受付行ってきます。バンガローに案内されまして、目の前が炊事場かな。炊事場ですね。冷蔵庫もあるのでこれは助かりますね。冷蔵庫とあれが焚き火台かな。焚き火台もありますね。で、6畳用の借りたんで、まあ、人数もそんなにいないんでね、これですね。このバンガロー、水洗トイレついてました。中身見ますか、一応。ただ、道路に向けて焚き火する感じが、ちょっとあれかな。川に向かって焚き火する感じだったらよかったんだけどな。ここ、車すげえ通りますからね。間違いなく。それが若干マイナスポイントですね。で、中が、トイレとこんな感じですね。寝具関係はレンタルなので、持ってるエアベッドと毛布とかですね、使えば。で、下が川ですね。川は違うところからじゃないといけないみたいなので、そのチャプチャプできる感じはなさそう。すごい冷たいって言われました。すごい川冷たいんで遊んできてくださいという気さくな受付の方に案内されました。ではちょっと急いで冷蔵庫の中に物をしまっちゃいまーす。どういう配置にしたらいいかっていうのが分からず、とりあえずこんな感じで、お腹空いたのでご飯まず作ります、軽く。で、その後キャンプ場の散策しようかな。はい、じゃあ昼飯にピザを作ってみようと思います。入りきるかな。この中で焼いてみます。サイズぴったりでございます。はい、上と下に炭を置いて、このまま5分くらい待ちますかね。多分できると思うんですよね。焼ける間にビールの準備ですね。今回は黒ビール飲みます。はい、5分でしたが7分8分焼きました。では開けてみますね。おお、すごいじゃん。裏はどんな感じだ。あ、裏がちょっと危険かな。あ、いけるいけるいける。ちょっともうちょい焼いてもいいぐらいだったけど、まあ食ってみますか。やはりもう少しだけ焼くことにしました。あと5分ぐらい焼いててもいいかもな。温度が低いな。はい、完成しました。あ、いい感じじゃん。だいぶいい感じですね。いい音いい音。よし、いや、早く早くって、これと一緒に酒をね、用意してきます。はい、はい、完成しました。じゃあ早速ピザいただきます。ちょっと裏焦げてるけど、あ、まあ許容範囲。うまい、うまっ。そしてビールを、うまっ、最高のひととき。今いい感じでこのセットをね作ったんですけれども、それと同時になんと雨が降ってきました。すべて今屋根の下にキャンプギアを避難させてます。この形でねちょっとやってみたいですね。お願いします。ある程度ゆっくりしてお酒も飲み終わったんですけど、黒ビール飲み干した後にちょっと衝撃的な光景あったのでご覧ください。あれあれ、なんか入ってた。どうりでいつもより美味しいなって思いました。では昼ご飯、もう4時近いですけどね、食べ終わったのでキャンプ場の散策に向かいます。まず見てください、この炊事場。炊事場、キャンプ場といったら炊事場。うわ、味がある味がある味がある。しかもこれ焚き火台なんですけど無料で貸し出してくれるんですよ。これピザの窯か。これもいいのかな。ただちょっと結構大変そうだけどね、火起こすので。あちらが8畳のバンガローかな。ちょっと広くなってますね。では少し上に上がってみます。そしてだいぶ上の方に上がっていくと受付がありました。この受付を済ませて下に戻る感じですね、バンガローは。でテントサイトがどこなんだろうな。今日はお客さんがいらっしゃらないっていうことかな。あ、この奥多分テントサイトかな。この辺りテントサイトっぽいですね。ちょっと行ってみますね。ここはいいですね。ここテントサイトになってるんで、かなり横が川になって、ただちょっと下に下るのが大変ですね。もうちょい歩いてみますか。あ、こっち川ある川ある。きれい、見てこれ。きれいだわ。やっぱ道志川沿い本当に川がきれい。マジで川がきれい。ちょっと入ってみますか、せっかくらしい。入ります。冷たすぎる。無理だ、冷たすぎて。これはね無理だ。いやーすごい。マイナスイオンがすごい。ここはかなり大きなコテージなのかな、バンガロー。あ、下のスペースが広いですね、相当ね。で、あっちにテントあった。テントありましたね。奥テントいますね。よかったよかった。終わりかな、おそらく。ここ入り口だったもんな。あと橋渡ってお風呂が奥にあるというような感じですね。今日はゆっくりします。ここのテントサイトはめちゃくちゃ広いよ。で、洗い場あって、焚き火台あって、で真横がもう川ですよ。ここはいいな、ここいいな。見てください。さいよ、この雰囲気の良さ。もうこの時点で買ってよかったって思える。まあお湯を沸かしてるだけなんですけどね。